済大国日本。その巨大な経済力と引き換えに大きな問題を抱えることとなってしまった。繁栄の陰でうごめく犯罪組織、治安の悪化、今までにないほどの重火器による凶悪犯罪の多発、そしてそれらに対応しきれなくなっている警察組織。そこで警視庁は秘密裏に特殊部隊を結成した。警察にも自衛隊にも属さない完全な制圧のみを行う特殊部隊。その行動から一般には極秘にされ、その存在すら明らかにされることはない。その組織の名を通称 J-SWAT という。
リートギャングの抗争事件が発生した。テリトリーの奪い合いによる緊急交代と思われた。だが肝心な点は、彼らが重火器を所持し20名近い負傷者を出している。簡単に検挙できると見られたが、犯人たちは警官隊を無視し無差別に乱射。警察サイドに多数の死傷者も出た模様。犯人の凶悪さと使用する重火器の威力から、一般警察では対処不可能と判断された。そこで我々の出番だ。警視総監並びに都知事、公安委員会の同意を得、いよいよ JSWAT の出動命令が出た。犯人たちは人質を取り、塚田ビルに立てこもった。逃走資金、逃走用のヘリ、身柄の安全確保、それが彼らの要求だ。当局はその要求を受け入れることを犯人側に伝達している。もちろんこれは我々が制圧行動を起こすための時間稼ぎである。迅速かつ慎重な行動が望まれる。指令は人質の救出と犯人逮捕。状況に応じては犯人の射殺もやむを得ず。犯人数は約10名だ。銃器の扱いは不慣れで、建物内の重要ポイントに人員を配置していない模様。相手は素人だ。制圧は比較的容易だと思われるが、逆上した犯人が人質を射殺することは避けたい。彼らは極度の興奮状態にある。繰り返すが、敏速かつ慎重な行動を要請する。成功を祈る。任せろ。頼む、撃たないで。うわ
めろよし、逮捕せよ。人質が邪魔だな。頼む、撃たないでくれ。うわだな。右にいるぞ。援護に回る。助けてくれ。逮捕せよ。内部の構造が情報より複雑だな。うわあ。援護に回る。気をつけろ。やめてくれ。よし、逮捕せよ。左にいるぞ。いや、やめろ。逮捕せよ。新情報だ。主犯の者が人質を取っているらしい。人質が Okay, fight now!
撃たないで。右にいるぞ。近づくな。近づくとこいつを殺すぞ。助けて。夜だ。こいつがどうなってもいいのか。昨夜未明発生した暴走族の抗争事件ですが、人質を取り立てこもっていた犯人たちが投降に応じました。事件は速やかに解決しましたが、この際の警察側の対応に特殊訓練した特別部隊の存在がささやかれています。なお犯人の使用した銃器類は既存の銃器メーカーのものではなく、また改造銃でもないとのことです。このことから大規模な銃器製造組織もしくは密売組織の存在が浮き彫りにされています。犯人の供述で拳銃は格安でブラックマーケットに蔓延しつつあることが明らかになりました。警察ではこの点を重く見ており、特別捜査班の捜査を開始する模様です。一体何をしているんだ。激しい訓練は何のためだ。まったく命がいくつあっても足りんぞ。それに我々は残殺部隊でもなければ警察ごっこをしているわけでもない。一からやり直せ。Thank you.
近頃日本社会に蔓延している銃器の類、その原因は密売組織の暗躍にある。彼らは独自に銃器を製造し、格安の値段でブラックマーケットにばらまいている。確かに近年の銃器犯罪は増加する一方だ。しかし犯罪に使用される拳銃はそのほとんどが同種のもので、通称オリジナルと呼ばれている。当局はついにその製造販売組織を突き止めた。彼らはハンドガンナーズと呼ばれている。ハンドガンナーズの目的は銃器の販売による利益とは考えにくい。危険を冒してまで自ら生産し安価にばらまくその真の目的は、日本を銃社会にすることではあるまい。さらに確定しない銃の密売ルート、厳しい当局の捜査をかいくぐるその裏には、組織背後に死の商人の存在が垣間見える。それが当局の見解だ。たった今ハンドガンナーズの銃取引が判明した。直ちに山手ふ頭第三倉庫へ向かえ。相手は内定中の広域暴力団、当然犯人側も武装している。取引現場の制圧、犯人逮捕、そしてオリジナルの押収、それが今回の指令だ。ハンドガンナーズ側の犯人はなるだけ拘束せよ。だが状況に応じては射殺もやむを得ず。成功を祈る。
左にいるぞ。回り込んだ方がいいな。そちらの前方に敵多数敵。
何をしているんだ。激しい訓練は何のためだ。まったく命がいくつあっても足りんぞ。それに我々は惨殺部隊でもなければ警察ごっこをしているわけでもない。一からやり直せ。